戦国武将紀光明智光秀公所領事長です。山崎の戦いで敗れて、ここまで引くんですけども、距離的にはそれほどないんですね。ですから山崎の戦いでもう本当に秀吉軍4万と言われる、明智軍1万数千と、もう本当に完全に完敗のような感じだったらしいんですけど、その引き際も、ここまで近いんで、ここで立てこもろうというよりももう一度立て直して再度戦、もしくは、坂本城とか他の地域に散らばっていた、一族家臣をですね、集めようとしたのか、ちょっとそこは分かりませんけど、いずれにしてもですね、山崎の戦いの後ですね、ここで、一夜を過ごしているということになりますよね。で、よく北門から脱出っていうことがあるんですが、今見てるのが復元してますのでね、北の方を向いてますんで、一応門になってるんで北門とさせていただきますけど、北の方角へ逃げたと、それで、途中で落ち武者狩りにあって絶命したと言われているんですね。で、今回はオグルスとかですね、オグリスですね、明智藪とか明智光秀が辿ったと思われる、コースをですね、もう順当に史実通り追って、ここへ来ているわけなんですが、今回ですね、やっぱり光秀公が、私の場合は生きていたと。でどのようにしてその脱出したとか、どのような経路で逃げたのかとか、そういうことも含めて、話してますので、ちょっと史実と違う話がかなり出てくるのでご承知ください。で、ここもね、復元してるんでちょっとはっきりしないことが多いんですけども、それほど防衛に適してない城になんで一夜も過ごしてるのかと、もうすぐにでも坂本へ向かわなかったのかっていう問題もあるんですけども、ここはね、やっぱりちょっと何か思いがあったんでしょうね。ですから下手したらその日のうちに追手に追われてしまうということも十分あり得たわけですから、その割にその防衛がすごかったというほどではなくてですね、想像ですけど、天守があったのではないかということで言われていますので、存在が実際確認され、存在というかその天守を、絵になっているとかではないんですけども、天守の存在自体が、文献等でですね確実されているということになります。さっき総構えの土塁と空堀、高谷神社のところを見てきましたけど、確かに復元ではあるんですけど、それほど勾配のないこういった平城でですね、あれだけのものを作ってまた堀を構えるということで、今朝本能寺にも行ってきたんですけど、本能寺さんよりは狭いですから、囲まれればやっぱり終わりですよね。で、それを考えるとここで最後にその一戦交えようとしたのか、もうそれとも成功の月でですね、もう気持ちの上でも戦えないと、一族残して、他の人たちで脱出させて、もう戦場から離脱してますからね、多くの人が、それで、明智軍も、敗退と、最後は十数人っていう人たちが光秀公に従ってたようですから、史実の通り話しますとですね、そのままここを脱出したと、夜半に、夜に紛れてですね逃げ出したということになってますんで、ちょっとここでどういうふうな話をしてたのかっていうのはちょっと分かりませんけど、今後のことを話し合ったんだと思いますよね。もう戦としては負けてますから、敗走してる途中ですからね、一夜といっても一晩ゆっくり過ごしたんではなくて、夜半に来たのか夕方来て、もうそれこそ夜中の暗くなってから脱出したというのが、正解じゃないかなと。それこそここに12時間もいるわけがないんで、その何時っていうのが書いてないんですけども、夜半にということですんでね、深夜とも取れますし、少なくとも早朝ではないようですから、明るくなってから出るようなことはないですからね。そうするとオグリスのところもう時間とかってどうなのかなっていう、こうタイムを見ていくとね、ぴったりのようなぴったりじゃないような気もするんですけど、それは史実なんで、そういうことでですね、ちょっと光秀公のここからの脱出どうだったのかっていうことなんですけど、実際真実はわからないんでしょうけども、そう言われていると。光秀公の場合は本能寺以降ですね、記録が数々の、日記とか、やっぱり文献で残ってるということが大きな手がかりだと。ただもちろん秀吉による捜索、特に光秀の首という首級が上がったとか上がらなかったとか、そういうことに関しても多少手が加わってるんではないかなっていう感じはしますけどもね、それは何ともわかりません。はい、とりあえず、ぜひね、こう、昇竜事情でした。